い、どうも皆さんこんばんはということで、今日も頑張って動画の方やっていこうかなと思うんですけども、今回はですね、こちらの福くんに女性用の手袋入れていこうと思います。もこもこ手袋ね。はい、では早速やっていきたいなと思います。これね、めちゃくちゃ可愛かったんですよ。最後だけでも見てほしいですね。最後の20秒だけでも見てほしい。ただ最後の20秒を先に見ちゃうと、なんでこうなったんだっていう風になるので、結局真ん中も見なきゃいけなくなるんじゃないかなと思うんですけども、やっていきましょう。そう、これね、なんで変えるかっていうと、ハムスターハウスがちょっと濡れてるんですよね。反対側の部分が給水器のところに当たっちゃってて、なのでまあそれだったら洗ってあげて、でせっかくだったらちょっとこういう、ユーモア動画作ろうかなと思ってね、やりました。さあどんな反応するだろうね。福くん、人生で初めての、女性用手袋ですね。モコモコの。いや、こ入れんのかよ。なんでわかるの。いや、すごいっすね。学習能力が高いね、本当に。めちゃくちゃモコモコしてる。結構指先の方まで割と顔は出せた感じかな。いや、すごっ。まさか一発目で入ってくれるとは思わなかったですね。さあ、一人でもね、そう、これ実は一人でも遊び始めたんですよ。可愛いよね、これね。ただですね、これもうちょっとで、アップ気味にこの手袋に寄っていくんですけども、これ怖いよね。手首から先ないのにさ、手首から先しかないのにさ、手がめちゃくちゃ動いてるみたいな感じなんですよ。これ、ホラーだよね。まあでも福くんはこの中でモコモコしてちょっと探検したりとかしてるんですけど、まあ、これね、実際のところは指先残しておくと、まあ、伸縮性が強いものなので、まあ、引っかかるっていうことはまあ8割9割方ないとは思うんですけども、まあ危ないのでね、実際はこういう形で総合格闘技のグローブみたいな感じにして、福くんにあげていきます。こうすると、まあ、首は指先のところからポンって出るんですけど、まあ、まあ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 、かなり安全度は高くなってるかなと思いますね。いや、めっちゃ可愛いっすね。まあね、これをあげてるのは、ハムスターハウスを洗ってる1日2日だけのことなので、まあ、福くんもちょっと違った刺激入って、楽しめるんじゃないでしょうか。遊んでるもんね、一人でね。はい、ということで今日は福くんに女性用モコモコ手袋をプレゼントしてみたっていう動画ですね。これ最後めちゃくちゃ可愛いでしょ。もうこの中で、しかもこれ下にヒーターがあるのでぐっすり眠ってましたね。はい、ということで本日も最後まで動画本当にご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ、ありがとうございました。